マークはめんどくさいなって毎回思ってたわ。はい、どうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。スターディーのルークです。ちょっと待って。普段ね、そういうのしないからね。なんか今日ルークが今日ちょっと自己紹介させてっていう風に言ってきたんですけど、なんかあるんですか？押し込み企画、河野玄斗はセンター試験数学 1A を10分以内で解けるのか。10分？10分ですね。10分はきついでしょ。いや、センター試験か。まあそんな時期ですね。はい。ね、ちなみにセンター試験受けたことは？センター試験は受けましたよ。東大入るために必要だからね。はい、うん。その時ちなみにどれぐらいの時間で解けたとか？数学 1A。いや、覚えてないな。でも、模試は15分とかで解く感じだったけど、10分はさすがに、だって15分の 1.5 倍の速さだからね。まあ、今回はそんなことだと思って、はい、マークはしなくていいです。ああ、まあ、ちょっとありがたい。ちょっとありがたい。まあ、それならいけるんじゃない？いやいや、でも10分はきつい。いける？いけるか。じゃあ、行きましょう。はい。というわけで、皆さん、お楽しみに。はい、お楽しみに。ではこちら、2019年のセンター試験数学1、数学 A の問題を印刷してきました。はい、数学1と間違えちゃいけないやつね。はい、絶対分かってないやつ、それ。数1と間違えちゃダメなやつですね。はい、多分分かってる。うん、分かってない。はい、はい、じゃあルールを簡単に説明すると、はい、この試験を、まあ、全部解いてもらうと。はい、この選択問題は2問だけでいい。あ、もう好きな問題を2個選んでもらって。ってことは1から4問解けば大丈夫ってことね。そういうことです。じゃあその時点で合図をします。はい、で手元に回答があるので、はい、一瞬見かけた。てか透けてるし。今回答を手元でルークが持っているので、間違ってるなっていうのがもう分かった瞬間に、うん、そこで終了。即終了。いやいやいや、だってさ、普通さ、最後に採点して100点でしたとか間違ってましたとかやるやん。うん、いやもう終わり。待って、採点はしないの？見ながら採点するから100点前提。100点じゃなかったら、うん、終わり。終わりって何？終わりってどういうこと？もうエンディングがそこで流れる。エンディングが流れるの？エンディングが流れる。わー、間違えたもうなし。わー、間違えたもなく。なくなった。急にそれ、あの勉強はコスパ最強。それは説得力ないね。コスパ最強だ。まあ遊びだからね。さあ遊び、もうこれは遊びです。頭脳は大丈夫。そういうのは頭脳はそういうところダメだよ。頭脳を間違えたらあれだから、頭脳の肩書きに傷がつくから。ね、気をつけてください。気をつけてくださいじゃないよ。それはしょうがないでしょうよ。まあまあ、はい、頑張るけど頑張ってください。はい、ということで準備の方はよろしいですか？はい、大丈夫です。ちょっと久しぶりのセンター試験数 1A、 はい、頑張ります。では、はい、よーい、スタート。
はい、はい、終了いたしました。果たしてタイムの方はこれいけたんじゃない。結構8分3秒。おお、まさか10分より早く終わってしまった。いやこれあれじゃない、やっぱマークってでかいね。マークを塗るのは面倒くさい。マーク塗るの面倒くさいね。いやそう、マークはね結構ねあれだった、うん、マークは面倒くさいなって毎回思ってた。いやいけたねこれ、まさか。しかも結構余裕じゃない。ね、2分ぐらい時間余ってるんで、まあもう一周全部見直しして、まあ間違ってないなっていうのを確認ができるぐらいは余裕で。え、これだって間違ってないわけでしょ。全部正解でした。ちょっとよかったね。頭脳とか言うからさ、プレッシャーがねすごかったね。ちゃんとその肩書きをね、頭脳主になって済んだという。頭脳主、それなんかのパロディですね。いやなんかね、データの扱いのやつがさ、うん、結構え、これ7個みたいな感じでちょっと焦ったんだよね、選択肢でも。まあなんかね、一個一個が、あ、これこれこれって確認していけばよかったから、まあでもよかったわ。うん、ちょっとよかったです。いやちょっとやったことなかったからさ、とりあえず時間みたいな、試験だったらちゃんと丁寧に解いて、うん、一個一個確認してってみたいな操作をしなきゃいけないけど、今回はもう何もしなかった。もうとりあえずパッと思いついた答えをそのまま書いて、書き込んで、で次めくって、おさっきのこれって適当につなぎ合わせて、じゃあこれじゃねみたいな感じでノリで解いてたから、多分ねこれ本番でねやったらね、なんかボロ出るね。受験生は受験生はそうちゃんと丁寧にやってマークして、それで普段15分とかだったから、うん、まあ雑にやればこんなもんすよ。ちょっとでもう今できたからね、うん、何でも言える。そうですね、好きなだけ言える。第5問とかもねあったのか。まあ図形の問題か。まあまあまあ図形の問題はそんなに、気づけば一発だからね、うん、何やれと。でもういいよ。もうなんか8分でやって、その後間違えてましたっていうオチが怖いから、もう何も手つけない。そう、はい、勉強はコスパ最強だ。そう、遊びだからね。そう、遊びにおいてそんな苦行をしないと。いや苦行だからこれ自体。最初怖かったから、ね。はい、無事できてよかったです。はい、ということで、ということで、あ、ということで、チャンネル登録、高評価、あとコメントもろもろお願いいたします。はい、はい、ルークのツイッターもフォローしてください。ルーク初登場ということで、ルークのツイッターもフォローしてあげてください。はいね、じゃあそんな感じでまた次回の動画、こっちどっちがいい、あっちで、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。